はい、どうも勝取です。今日は日露戦争に至るまでの流れ、特に日本とイギリスが最後同盟を結ぶところまで見ていきたいと思います。はじめに当時の世界の、ね、動きについて簡単に振り返っておくと、当時帝国主義っていう考えがありました。これは世界史で多分やったと思うんだけども、欧米諸国が産業革命なんかでね、商人がたくさん物を作るようになると、国内でねもう売れなかったりするから、その売る場所ね、市場を求めたり、あとは物を作るための原料なんかを求めて海外に植民地を広げていく動きのことを言います。だから商人が儲けたいなっていう考えに、政府がね、じゃあ植民地広げてあげようっていう動きで、まあ、アフリカとかインドなんかで、ね、特に広げていきながら、それがねだんだん中国の方まで広がってきているっていうのがこれまでの世界の流れでした、はい、でこの中で日清戦争が起きて、中国が負けるんだよね。で弱いことがバレちゃうの、欧米列強に。そうすると欧米列強はどん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 進出してきて、中国とかね餌食にされてしまうっていうのが今日の最初に見るところ、中国、欧米列強の中国分割っていうところです。まあ、日本に賠償金払わなきゃいけなかったから、中国は、ね、だけどそれが払えないので、ヨーロッパに借金をして、その借金返せないから代わりにじゃあ土地貸してもらうぜって言って、ヨーロッパにねどんどん租借地っていうのを作られてしまいます。租借地っていうのはその国の領土の一部を貸してもらうよっていう場所、ね、まあ、貸してもらうって言いながら実質これは植民地になっているので、まあ、捉えちゃうんだよ ね。だからどのね欧米列強が中国のどの部分を租借したのかっていうのをしっかり押さえるようにすることが、これが大事ね。はい、じゃあ順番に見ていきましょう。まず1番目は日本ですが、日本は日清戦争で台湾を獲得したので、その台湾の対岸の大陸のところは他の国に不割譲って渡さないでくださいっていうことを認めさせた。それから2番はロシアです。ロシアは中国の東北部満州って呼ばれるところと、特に遼東半島の先っちょ先端の旅順とか大連なんていう港を獲得、租借地にしています。で次ドイツは、これは半島でいうと山東半島って言って、場所だとね広州湾、都市でいうとね青島っていうあたりを租借しています。青島は今ね青島ビールっていうので有名なんだけども、この青島ビールはやっぱりドイツがほら租借してるから、ドイツ人ビール好きだからね、多分作られるのになったんだと思います。はい、でイギリスは長江の、まあ、周辺のあたりと、あとは香港も獲得していますから、その香港の周りのクオロン半島とか、あとは山東半島の先端のイカイエっていう場所、ね、結構いいところをねゲットしています、はい、それから最後フランスは広州湾、これはドイツの広州湾と読み方が同じなので漢字でしっかり書けるようにしてほしいんですけど、フランスのねアジアの拠点はベトナムだから、そのベトナムに一番近いところということで中国の南部を租借していますということで、場所をしっかりね国の名前と一緒に押さえるようにしましょう。でアメリカは実はこの丸6番って下にある丸6番ね、これアメリカなんですよ。でアメリカは当時フィリピンをね獲得してたんだけど、中国分割にはちょっと乗り遅れちゃうんだよ ね。それで当時の国務長官のジョン・ヘイっていう人はちょっとそれで焦ってね、欧米列強に、ね、要求をしています。領土保全、門戸開放、機会均等なんていう要求をしている。領土保全っていうのは俺たちの分まで取っておけよっていう意味ね。で門戸開放っていうのは特定の国だけじゃなくて俺たちにも門戸を開いてくれっていうこと。で機会均等っていうのは中国との関係っていうのは俺たちも平等に扱ってくれっていう、まあ要は簡単に言うと俺も入れてくれっていう、そういう要求ねをしているっていうことで、アメリカもね、中国の進出にだんだんと力を入れ始めている状態。ということでちょっとややこしいのでしっかり場所ね押さえるようにしましょう、はい、でまあこういうふうに欧米列強が中国に進出してくると、まあ、欧米列強はキリスト教の国が多いからね、結構中国の宗教とかね反発してお寺とか壊しちゃったりするんでね、でそれに反発した中国の人たちが反乱を起こしたりする義和団事件、義和団の乱っていうのが起こります。1899年、これは中国の排外主義、外国人を追い出せっていう団体、義和団っていうのが欧米諸国に対して反乱を起こした事件です。この義和団は不信滅洋なんていうスローガンを唱えて、信を助けて西洋を滅ぼそう、排除しようっていうスローガンね、これを掲げて北京までね進出して、
欧米諸国の公使が住んでいる公使館をね襲撃したりするこういう反乱です。義和団っていうのはね、なんか義和権っていう憲法があって、それを獲得するとすごいなんか強い力が手に入るみたいな、そういうふうな教えの団体ね。まあ、そんなのどうでもいいんです、はい、で本当だったらこの義和団の乱っていうのは中国政府がしっかり鎮圧しなきゃいけないんだけど、中国政府はこれに乗っかっちゃうんだよね。これで列強を追い出すチャンスじゃないかっていうことで、新国政府は中国に宣戦布告、中国じゃないや、欧米諸国に宣戦布告をします。だから義和団の乱に乗っかっちゃうの、便乗してしまう。だから義和団の乱っていう国内の反乱だったものが、義和団プラス清対欧米列強っていう戦争、対外戦争に発展してしまった。その対外戦争が北清事変って言います。だから義和団の乱が発展して戦争に発展したのが北清事変 ね。ちょっと違いに注意、ね、してください、はい、これが当時ね戦った列強諸国の兵隊たち、はい、日本が一番ちっちゃいですね、かわいい。でこの北清事変は最終的に欧米諸国が勝利します。まあ当たり前なんだけどね。勝った欧米諸国は中国と北京議定書っていうのを結んで、まあ、条約ね結んで、賠償金もらうだけじゃなくて、もう今後北京のね公使館が襲われるの嫌だから、その公使館を守るための兵隊を置かせてくれと、ね、自分の国の兵隊を首都に置かせてくれ、北京に置かせてくれっていう権限を獲得しています。だから北京首都に外国のね軍隊が普通に駐留している状態ってことだから、中国にとっては結構屈辱的な内容を認めさせていたりする、はい、というのが中国で起こった動きなんだけども、これに日露戦争のね原因がちょっと絡んでくるのはこの後の動き、ロシアの動きちょっと簡単に見てみると、ちょっとね前のことになるんだけども、シベリア鉄道っていうのはロシア通すんですよ。でシベリア鉄道を作ると何が問題かっていうと、兵隊を、ね、送ることができるんで、電車を通してどん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 。でさらに東進鉄道なんていう鉄道を清の領内を突っ切って作っちゃったり、ね、でさらに東進鉄道から租借地の旅順大連まで伸ばして、その旅順大連に軍事基地、港、軍港を作ったりもして、どん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 満州にね手を伸ばし始めてきてるんですよ、ね、でその時に北清事変が起こって、で北清事変が終わった後ね、欧米諸国の外国の兵隊はみんな自分の国に帰るんだけど、ロシアはその事変があった後もね、ゆっくりゆっくり戻りながら満州にね軍隊を留めるんだよ ね。だから軍隊は普通に満州にいる状態、だからロシアが満州を事実上占領する状態になってしまう。これは日本にとってまずいことなんだよね。日本はロシアに対してすごく警戒心を抱いて、日本とロシアの関係が悪化していくっていうのがこの時の、まあ、日本とロシアに関する動き、はい、居座ってしまうロシアに対して日本は何とかしなきゃいけないっていうことで、国内ではねそのロシアをどうするかっていうことで2つ考えが出てきます。一つは満漢交換論って言って、伊藤博文なんかが唱えた考え、まあ簡単に言うと、ロシアとの話し合いで対立を避ける、まあ、戦っても勝てないから話し合いで対立を避けようっていう考えが満漢交換論。だからロシアに満州の経営を上げる代わりに、韓国は日本が権益権利を獲得させてくださいっていう、まあ、交換条件だよね。これが満漢交換論っていう主張ね。それに対して日英同盟論っていう考えがありました。これは山形有朋とか桂太郎なんかが唱えている考えで、当時ね中国に一番ね利害関係利益持ってたのはイギリスなんですよ、ね、だから北清事変なんかもいきり立って兵隊を送ってくるわけだけど、イギリスが送った兵隊は全部で1万人だったんだよ ね。ロシアはっていうと1万5千人送ってきてるわけ。シベリア鉄道とかを使って、さっき言ったシベリア鉄道なんか使って1万5千人、これでイギリス焦っちゃうわけよ、ね、だから自分たちが一生懸命かき集めてきた兵隊よりもロシアがたくさん兵隊送ってきてるから、これもし何かあった時にロシアに対して不利な状況になっちゃうわけだよね。すごく焦ったイギリスは日本への態度を変えて、だんだん日本に好意的になってきている、ね、そこをこうちゃんと見てね、日英同盟論なんてのを言っているのが山形有朋とか桂太郎。だから日本への態度が変わって好意的になってきたのが大体1890年代だから、
シベリア鉄道ができ始めた頃だから、ね、1890年代って何があるかというと不平等条約の改正なんてのが成功したのがこの頃だよ ね。だからイギリス の態度が変わりつつあるんですよ、ね、で実際そういった動きもあるから日英同盟論っていうのが形になっていきます。1902年に日英同盟協約っていうのを結んで、これは桂太郎内閣の時ね。で日本はイギリスの後ろ盾を得て韓国の、ね、権益を守っていこう、単独じゃ戦えないからね、日英同盟というのを結んでいきます。でこの条約で一つ見ておきたいのは条件が内容が2つあって、1つ目、同盟国の一方が他国と戦争を始めた場合はもう一方の同盟国は中立を守るっていう内容ね。それからもう一つが同盟した国イギリスと日本ねが複数の国と戦争になった場合は両国は共同して戦う、この内容がありました。ちょっと簡単に説明すると、1番は例えばね、同盟国の一方だから日本が他国と戦争を始めた場合、ロシアと戦争を始めた場合、日本がロシアと戦争を始めた場合はもう一方の同盟国イギリスは中立を守るっていう、これ実際に日露戦争で形になっています。日本とロシアが戦った時にイギリスは中立の立場を取っています、はい、で2番目、複数の国と戦争になった場合というのはこれが形になったのは第一次世界大戦なんだよね。でイギリスはドイツとかオーストリアとかいろんな国と戦争している場合は日本は共同して戦うからイギリスの側に立って戦うの。だから第一次世界大戦は日本はイギリスの側に立って参戦をしてるんだよね。ということでこの日英同盟協約の内容が第一次世界大戦のところでも出てくるので、内容をしっかり忘れないようにしておきましょう。はい、じゃあ、日英同盟が結ばれるまでの流れ今日見ていきました。このあと日露戦争になっていきますが、それはまた別のところで見るようにしましょう。じゃあ今回の内容は以上です。この動画の前後の内容の動画は動画の概要欄の方に URL がありますので、そちらからもアクセスしてみてください。本日もご視聴ありがとうございました。